南君、西村君、はい、西村です。昨日に引き続いて質問させていただきます。昨日私失礼します。学童保育で働く人たちの指導員の皆さんの、収入が、まあ、いわゆるその130万円の壁を突破したときに、いきなり月額2万数千円の、まあ、社会保険料がかかってくるのは酷ではないかというお話をさせていただきました。大臣からの答弁は、まあ、残念ながらちょっと冷たくてですね、私も昨日の夜は悶々としておったんですけども、もう一回改めて質問したいと思います。厚生労働省は今回の、学校休業に伴う、学童保育の、まあ、時間延長などの影響で、指導員の方の収入がどれほど実際に変化しているかということは把握していないそうであります。これ確認をいたしました。まあ、今の時点で当然のことだというふうに思うんですけれども、まあ、ただですね、大臣も昨日はお地元の方からそういうお話があったというふうにもお聞きをしましたし、実際にですね、まあ、そういった壁という制度が現状である以上、この要請に伴って学童保育を例えば午前中から開けた、そして、例えば数万円だと思うんですよ、この期間中午前中から開けて収入が上がると言っても、そんな10万も20万も収入が上がるなんていうわけではないと思いますんで、まあ、もっとですね増えるというわけではないと思いますので、ぜひこの影響で、その収入が例えば130万の壁を、少し突破をしたとしても、ぜひそこは配慮してもらいたいというふうに思って、もう一回お伺いをいたします。仮にですね、月額2万数千円の保険料の負担が増えるということになれば、これはやっぱりかなり酷だし、かなりの負担になってくるというふうに思うんですけれども、大臣これについてどういう認識をお持ちですか。加藤厚生労働大臣じゃあ止めてください。加藤厚生労働大臣。まず手元の資料ですけれども、平成28年度に実施した放課後児童クラブの経営状況に関する調査ではですね、職員の収入は 270.0 万円という数字が出てきております。で、今、委員ご指摘のようにですね、それはさまざまな方がおられる、そういった事情、それはよく分からなくはないところではありますけれども、ただこういったものは一律でありませんと、これ、公平なですね、執行というのはできなくなるというふうに思います。西村君。いや、昨日の答弁よりまたさらにちょっと冷たさが増しちゃってね、これどうしたらいいもんかと思うんですけれども、もう一回答弁してもらえませんか。この認識です。確かにね、収入が増えたっていうのはそれは一律そうだって思いますよ、思うんだけれども、でも今回のことについては学童保育開けなければいけない、開けざるをいけないということで、そんな急にアルバイト増やすわけにもいかないし、感染防止策も取らなければいけないし、今まで来てなかった人たちも子どもたちも来るようになるし、学校の先生が来るって言ったってそんなすぐにはいかないし、うまくいかないしということで、まあ、時間を午前中から、今までは午後だけだった人たちが例えば午前中から出てくるということで対応せざるを得なかった人たちに月額2万数千円の保険料がまたかかりますというのはさすがに酷じゃないですか。もう一回大臣、その認識だけ答弁してください。認識だけ、これ私ちゃんと回答もらってるんで。じゃあ時計を止めてください。
かしてください。加藤厚生労働大臣。被扶養者の年間収入の確認については、過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むとされているところであります。このため、一時的に所得が上昇したことのみをもって、直ちに被扶養者認定を取り消したり、これは前回も申し上げたと思いますが、設定後の事情変更により、被扶養者の要件を満たさないことになった場合に、認定時点に遡って被扶養者認定を取り消したりするといった運用は行われていないというふうに承知はしています。西村君。ということはつまりそういった運用を行っていただくことによって一時的に所得が上昇した被扶養者の生活に急激な変化が生じないよう努めていくということで確認させていただいてよろしいですか。加藤厚生労働大臣。まさに一時的に所得が上昇したということでですね、まさに先ほど申し上げた一時的に所得が上昇したことのみをもって直ちに被扶養者認定を取り消したりはしないということであります。西村君。はい、今回の大臣のお考えはいかがですか。今回のその学童保育、これは政府の要請で休校になりました。で、学童保育は開けますということで判断をされました。で、ですので学校休校になった子どもたちが午前中から学校に、あ、じゃあごめんなさい、学童に行きます。それはですね、やっぱり事情のあることだというふうに思うんですよ。やっぱ大臣のお考えとして、こうした事情がある中で一時的に所得が収入が増えたという方についても同様の取り扱いになるということでよろしいですか。加藤厚生労働大臣。これ申し訳ないですが非常に技術的な話になってくるんですね。実際現場で個々の判断というのは最終的には個々の判断です。コロナがあるから一律的に学童だから一律的ということはありえないと思います。個々の判断になる。ただその判断どうするかはですね、ちょっと申し訳ないですけど私が喋れる力を持ってないんで、まさにこういった問題は担当局長を呼んでいただいてですね、普段どうやってやるのかとかそういったことをしっかりご質問いただいた方が、ちょっと言いたかげなことを言ってですね、これ見てる方に間違ったインフォメーション情報を与えてもいけませんので、ぜひそういったことを含めてきちっと説明をさせていただいた方がいいんだろうと思います。西村君。繰り返し申し上げますけど、私その今回はその政府からの指示によって勤務をせざるを得なかった人たちということで申し上げているんです。ですので先ほど大臣から一時的な収入をもって換算しないというようなことは答弁をいただきましたんで、また引き続きそこは技術的にどうなるのかということも私は議論していきたいというふうに思います。それで雇用保険法についてなんですけれども、たくさん論点があるんですけれども、まず条文の方でですね、また昨日の続きの高年齢者の雇用安定法なんですけれども、ちょっと気になりましたのが、第6条の、第2項の2、高年齢者の雇用の機会の増大の目標に関する事項について、政府の方は基本方針を策定することになっていたんですけれども、これがですね、改正後はですね、高年齢者の就業の機会の増大に関する増大の目標に関する事項ということで、変更をされたわけなんです。で、これは今度は雇用の増大ではなくて就業措置もということで就業のということになったのかというふうに思うんですけれども、やっぱりこれ私は変えるべきじゃなかったんじゃないかというふうに思うんですよ。なぜこれ就業というふうに変えてしまったのか、その理由を教えていただけますか。加藤厚生労働大臣。まさに今委員がおっしゃられたということで、当初雇用だけだったわけですが、今回は幅広くなって、それを形容するとすれば就業ということが適当だということで、雇用から就業へと文言を変更したということであります。西村君。そうすると、ごめん確認です、雇用の機会の増大の目標に関する事項は今度は基本方針の中で定めなくてもよいということになるんですか。
加藤厚生労働大臣。高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項ということですから、就業の中には当然雇用も含まれるということであります。はい、西村君。はい、就業の中に雇用も含まれるということで確認をさせていただきました。ただですね、もうずっとこれ皆さんから の一貫した主張なんですけれども、やっぱり例えば今 その新型コロナの関係でフリーランスの人たちへの、セーフティーネット、これがないという状況も改めてこの明らかになっている中で、このまた非雇用、委託とかそういったそのフリーランスとか、そういったその労働法制の及ばない働き方を増やそうというのは、私はやっぱりおかしいというふうに思うんですよね。なのでやっぱりここはですね、法制のかかる仕組みでやるか、それとも全く別のもうなんていうか、それはもうやっていただければいいというふうに思うんですよ。あえて政府がですね、法律を作ってやるという意味が一体どこにあるのかっていう、やっぱりいぶかしく思わざるを得ないんです。これを一決として、また今実際ですね、フリーランス多様な働き方ということで増えてきてますけれども、それに合わせて70歳までの、人たちにおいてもその新たなカテゴリーを作って、そういったところからもそのフリーの人たちを増やそうという、そういうことなのかということをですね、いぶかしく思っている。それはやっぱり私は引き続き指摘をし続けていかなければいけないということだというふうに思うんですけれども、大臣のお考えとしてはいかがですか。私はですね、こういったその非雇用、就業のあり方をやっぱり改めて今回の新型コロナの問題を見ても改めて疑問に思いますし、思うんですけれども、大臣はまたこういった働き方、こういった形態を増やそう、作ろうということで推進をしていくということ、そういうことをお考えなんですか。加藤厚生労働大臣。多分こういう議論で何と比較してっていうところが非常に大事なような気がするんですね。で、今65歳以上の人は何にもないわけです。ですから、そうすると今の中では、今ここでご指摘いただいているような、いわゆる請負的な事業委託的なことをやっている方もおられるかもしれないけど、何にもかかってないですということでいいのかどうか。それからやっぱり70までの雇用を拡大したい、あるいは働きたいという方々がおられて、その希望を見ると、もちろん雇用という方もいらっしゃいます。でもそれ以外で自営業でやりたい、フリーランスの方がいいよ、いろんな事情を持っている方がおられるわけですから、そういった希望を見る中で、じゃあ今お任せじゃなくて、やっぱりそういった事業委託というか、こういう請負みたいな形だけれども、ちゃんと事業主は一定の責任を持ってやってくださいねっていう部分を作っていくことによってですね、70までの働き方を良くしていく、しっかりと確保していく、そういった思いで出させていただいているところであります。それからこの措置はそれぞれ本人が希望するということが大前提になっているということを申し上げておきたいというふうに思います。西村君。選択であるからいいんだということを大臣はおっしゃりたいのかもしれないですけれども、これまでもそうですけれども、選択するとですね、大体いろんな選択肢示されることもあるんだけれども、やっぱりこうに隙間といいますかね、端っこの方を、探してそういったやり方でやろうというところで、泣きを見てきたのが労働者だっていう、そういったそのいろんな事件とかも起きてきてるわけですよ。ですので私はやっぱり今回 の仕組みを導入するのであれば、もっときちっとした保護の仕組み、保険もそうだし、労災もそうだし、あるいはその過半数代表の同意ということもそうだし、もっとカチッとした仕組みがなければいけなかったんじゃないかというふうに思うんです。時間がちょっと限られておりますので、先に進みたいと思いますが、雇用保険の問題です。今回ですね、雇用保険の保険料率、それから国庫負担、
この引き下げ、また継続されるということになりました。まあ、先ほどの質疑では、まあ、こうやって新型コロナウイルス の、 まあ、リーマン級以上といわれる影響が懸念をされている中で、まあ、本当に大丈夫なのかという質問があったときにですね、参考人の方からは問題ありませんという答弁があったんです。本当にそうかなというふうに思うんですけれども、まあまずですね、今回 の、 雇用保険法の改正では、やっぱりこの、次元的だったはずの引き下げについては、本来であれば戻るっていうことになっていなければいけなかったというふうに思うんですよ。前回の法改正の時には、付帯決議、これ、衆参どちらもそうですけれども、現に3年度、に限定するというふうになっていたんですけれども、それがなぜ衆参の付帯決議ですよ、どちらもつきました。で、それがなぜ保護にされてしまって延長するということになったのか、その理由を教えてください。加藤厚生労働大臣。そうした決議もいただき、また付則の中においてもですね、できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、付則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものというふうに明記をしていたところであります。それはしっかりと踏まえていかなきゃならないわけでありますけれども、この議論させていただいたときの雇用保険の財政の状況、あるいはまだ引き続き厳しい国全体の財政状況、そういったことも勘案しながらですね、当面あと2年ということでですね、暫定措置を延長することを、今回、労政審にもお願いをさせていただき、先日、昨日ですね、参考人をされたのは、中でも職業安定分科会の会長を務められて、安倍先生も確かご出席の中で、苦渋の選択というお話をされておりました。まさにそういった思いを踏めながらですね、こうしたことをお願いをさせていただいているということであります。西村君。ですね、苦渋の選択、それはその労政審の方では苦渋の議論はされたというふうに思うんですけれども、この法案出してきているのは政府ですから、それで、雇用保険法の第15条には、できるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、暫定措置を廃止するものというふうにも書かれております。ですんで、こういったなんていうか、引き下げ継続が今回行われてしまうと、政府は本当に安定した財源を確保する気があるのかなというふうに思ってしまうんですけれども、そういったことについては、大臣はどういうふうにお考えですか。加藤厚生労働大臣。確かに前回限りというお話を多分してたというふうに思いますが、それを今回また延長するということでありますので、そのことをしっかり、その重みをしっかりと踏まえながらですね、この不足が実現できるように努力をしていきたいと思います。西村君。重みってどこまで重みを感じていただければ暫定措置をやめるということになるのか、この暫定措置でですね、国庫負担が、縮小されたのが2007年です。もう今から10年以上前になります。これいつやめるのか、暫定措置をいつまで続けるのか、これについて大臣、明確に答えていただきたいと思うんですが、いかがでしょう。はい、時計を止めてください。加藤厚労大臣。まさにそれは付則に書いている通り、令和4年4月1日以降にできるだけ速やかに安定した財源を確保した上で、付則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとするということであります。西村君。なんか声が小さいんですごく不安なんですけども、2年ということですね。
確認させていただきました。それで次に兼業副業をしておられる方々への、まあ、いわゆるマルチジョブホルダーへ の、 雇用保険について伺いたいと思います。65歳以上の方々という、まあ、年齢 の、 区分けが行われて、今回、まあ、その保険適用雇用保険適用がなされるということになります。まあ、第一歩ということで評価はしたいというふうに思うんですけれども、まあ、他方でですね65歳に満たない方でも生活のために、まあ、やむなくマルチジョブやってる方いらっしゃるというふうに思うんです。でそういった方々にも適用すべきだというふうに考えるんですけれども、なぜ今回、まあ、高年齢65歳以上の方々に、適用範囲を限定したのかお聞かせください。加藤厚生労働大臣。これ雇用保険は失業という自分の意思により発生される事故、これ離職という意味においてですね、を保険事故としていると。で労働者本人の申し出を起点として雇用保険を適用する場合には、いわゆる給付を受けることを見越した者が申し出により適用される恐れ、まあ、いわゆる逆選択、あるいは安易や離職や循環給付の恐れ、モラルハザードといった、こういったことが懸念されております。で、まあ、今般の改正差は去りながらですね、やっぱりそうしたニーズもあるということで、まあ、一定の層を、まあ抽出をして、まあ、試行的にまずやってみて、今申し上げた逆選択やモラルハザード等いろんな課題がどうなのかいったことを、まあ、いわば検証しようとしてやるということであります。じゃあその時にどの層を取り上げた方がいいかということでありますけれども、一つは、65歳以上であれば雇用保険による給付体系も一般の被保険者と違ってですね、これ一時金の支給という形になっております。また定年や継続雇用制度の期間を過ぎてこれまでの職業人生で得られたスキルを生かした多様な就労を目指している年齢層とも、まあ、考えられる、まあ、こういったことからまずはここでスタートをするということであります。でそこから先についてはですね、まあ、今回の取り扱いあるいは実際やってみたことを踏まえてですね、今後の在り方についてはよく検証し検討していきたいと思います。はい、西村君。まあ、はい、それでじゃあ今後の検証や検討に資するのかということで、実際にですね、今現状で、そういったその要件に該当しそうな雇用保険被保険者は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。加藤厚生労働大臣。今被保険者になってないんで、これから新たに雇用保険が適用されると見込まれる人は、私どもの試算ですからありませんか、最大で8000人程度ではないかと考えています。西村君。最大で8000人という試算なんですね。最大で8000人ですから、0人から8000人の間が、まあ、あるということだと思うんですけれども、やっぱりちょっと検討するには少し少ないのかなという感じはいたします。まあ、いずれにしてもなんですけれども、65歳というその、ことで区切って、雇用保険の適用をやってみた。それで、まあ、いろんなその例えば何て言うんでしょうかね、行動変化といいますか、それからその財政的な影響とか、まあ、いろんなことあると思うんですけれども、そういったことを見ながら、やっぱりその対象範囲、適用対象を、広げていくということについて、その拡大をしていく、まあ、65歳に満たない、65歳以下の被保険者についても、対象を広げていくと、こういう考えは大臣にはおありでしょうか。加藤厚生労働大臣。今の段階で対象を広げていくとはなかなか言えませんけれども、まさにこういう思考をしようとしていることはですね、そういったマルチジョブを持っている方々にこの雇用保険について何らかの対応を考えていかなきゃいけない、こういうことであります。しかも65歳以上であれば思考ではなくて制度でありますから、思考と申し上げているのはそういうことでもあります。ただその
ここからの先の議論の中ではもちろんそういった担保も必要なんですけれども、中にはマルチジョブじゃなくてシングルジョブでしっかり生活ができるという状況を作っていくということも一方で大事だというふうに思っておりますので、まあ、そこも含めて全体の、まあ、塩梅という問題、それから今回の施行がどういう結果になるのか、まあ、その辺も含めて、検討していきたいと思います。西村君。もう一つお伺いしたいのが労災認定の基準についてです。もうずっとお話出てますけれども高年齢の方はやはり労働現場での災害死病床ですね発生率は高いです。それから男性女性いろいろ特性がありますけれども、転倒といったものも多くなりがちです。また昨日でしたか配られた資料の中にもありましたけれども、例えば時間外労働の上限規制なんかについてもですね、年齢が若い人とそれから高年齢の人と同じでいいのか、まあ、今80時間ということになってますけれどもその認定基準のあり方については、年齢に応じた考え方これがあっていいんじゃないかというかそれがあった方がいいんじゃないかというふうに思うんです。それは例えば有識者会議の方でまとめられたガイドラインがあって、まあ、それはその事業主の方からきちんと取り組んでもらうというふうに大臣から昨日も答弁いただきましたけれどもそれをやってもなお発生することやっぱりあるというふうに思いますので年齢に応じた基準のあり方これについてぜひ考えていただきたいんですがいかがですか。加藤厚生労働大臣。実際の労災の現場で 今ですね今の基準を持ちながら、まあ、どこまでそういうことも加味しながらされているのかちょっと私は必ずしも象徴しておりませんけれども、まあ、一方で、令和、今の心臓疾患の労災認定基準について本年度までに労働者の年齢別の脳心臓疾患の発症にかかる医学的な知見を収集しているところでありましてその結果を踏まえて令和2年度に有識者検討会を設置をし労災認定基準の内容全般にわたって検討を行っていただくことにしております。したがって今申し上げたようにこの労働者の年齢別の脳心臓疾患の発症にかかる医学的な知見の収集においてはですね、属性別に関するそうした文献等々も集めているところであります。まあ、ただそれを踏まえてどのような議論をいただくかこれはちょっと私が今この段階でこうだああだということは言えないというふうには思っておりますがいずれにしてもそういう資料を踏まえて、令和2年度から有識者検討会を設置して検討を行っていただきたいというふうに思っています。西村君。時間になりましたので終わります。ありがとうございました。午後4時30分から委員会を再開することとしこの際休憩いたします。